1919年の市販楽譜、シャーロット・グリーンウッドの写真が表紙を飾っている。オーバイ・ジンゴーは、アルバート・フォンティルザーが作曲し、ドゥー・ブラウンが作詞した19、1919年発表のノベルティ・ソング、ブロードウェイのショー、リンガー・ロンガー・レッティの中で取り上げられ、第一次世界大戦後の時期における、ティンパン・アレイ最大級のヒット曲の一つとなった。歌詞では、この歌の場面が、 サンドミンゴの国であることが述べられているが、これは地理的、人類学的に正確な言及ではなく、また正確であることが意図されてもおらず、馬鹿げた歌詞の中で単にエキゾティックで原始的な場面設定を行っているということでしかない。この曲はその後の10年ほどの間に数多くの模倣した曲が作られた。この曲の人気が出始めた頃には、オールスタートリオ、 アメリカンカルテット、ノラベーズ、フランク・クルーミット、ビリー・マレー、プレミア・カルテット、エスター・ウォーカー、マーガレット・ヤングといった人気歌手たちによって多数のレコード版が録音された。後年にリバイバルとして録音された例には、ジェット・アトキンス、ボー・グランパス、エディ・コンドン、ステファン・グラッペリ、クランシー・ヘイズ、キース・インガム、スパイク・ジョーンズ、ダニー・ケイ、ジニー・カーソン、ルー・ワターズ、 レバレンド・ホートン・ヒートなどがある。映画、インセンディア・リー・ブロンドの中では、ベティ・ハットンがこの曲を歌っている。また、この曲は、アメリカ合衆国のテレビのシチュエーションコメディ番組、I Love Lucy 第100には、メルツカーツでも歌われ、さらに、P.G. ウッドハウスの原作に基づいた、イギリスのテレビのコメディドラマ番組、天才執事ジーブスの中で、ヒューローリーによって歌われた。 1937年、この曲は日本語詞によって、ハイダ・カツヒコが真っ赤な封筒として吹き込み、日本ビクターからレコードが発売された。長田哲夫によるコミカルな歌詞は、訳詞とされる場合もあるが、原曲の内容とは無関係である。1972年、ザ・ドリフターズは、歌詞の内容をさらにコミカルにした、ドリフの真っ赤な封筒を発表した。このバージョンの歌詞は、 長田の歌詞を元にしつつ、中西彩の補作詞によっており、加藤茶がリードボーカルを歌う一番の歌詞は、ハイダの歌う一番とほとんど同じだが、コーラスはかなり異なっており、他のメンバーがリードボーカルを歌う二番以降は全く異なる歌詞で歌われている。なお、真っ赤な封筒については、誤ってハイ民用とされ、作曲者、ティルツアーの名が表示されていないことがしばしばある。 日本のテレビドラマ、古畑任三郎第3シーズン、絶対音観察人事件のセリフの中にも、ドリフの真っ赤な封筒を、元ハワイ民用とするやりとりが出てくる。日本語では、オーバイジンゴ、オーバイジンゴ,オジンゴ、オーバイジンゴ、など、表記には、揺れがある。サンドミンゴという名称は、セイドミニコへの言及であるが、イスパニョーラ島にも受けられた。 新世界最初のスペイン植民地、キャピテイニアゼネラルデサントドミンゴを刺すともほぐせる。CD、ハイダ・カツヒコ大全集解説冊子、98ページ。ありがとうございます。